朝乃山これはもうね優勝です今場所はいということで今日の朝乃山対戦相手は對馬洋ということでした実はこの2人ね年齢は同い年で両方ともね大学まで行って、まあ、各界に入ったという経歴なんですけども、まあ、今日はねちょっと朝野山嫌なんじゃないかなと思ってたんですよねというかね對馬洋とやりたい人をやりやすい人っていうのがいないんじゃないかなって 思うぐらい土間馬洋っていうのはその動きも速いし変則的だしね、本、ま、当、あ、ね、嫌な相手だと思うんですよね。まあ、今日、朝野山どう行くんだろうなと思ってたら、いや、強いっすね、うんまあ、初日はともかく朝野山なんか立ち合いでも一瞬で右四つにパーンって入るようになりましたね、今日も含めて、今日も一瞬で右四つに入って、左の上手も早かったで、そのまま一気の寄り切りの勝ち、もうこれで終わり、これでいいんですよ、朝の山。はい もうこれでいいっていう相撲を、まあ、2日目から、ね、ずっと取り続けてますね。まあ、初日はやっぱ硬かったんだろうね。うん、いや、まあ、あの相撲本当にね、素晴らしいね。やっぱ朝乃山、元大関クラスの方が本気で立ち合い踏み込んで右四つにバシッとなれば、いい、まあ、十両の力士じゃ勝てないよね。うんまあ、勝つとしたらやっぱりね、この組んだら、 ダメというのはあるんですけど、まあ、みんなそれ分かってても組んじゃうんだもんね。うん、幕下の先場所を2つで負けたのって、本当と何だったんだろうなっていうぐらいまあ、2日目ぐらいから本当安定してるなという印象ですね。やっぱり僕場所前にも行ったんですけども、重量の方がその辺取りやすいんじゃないか。っていうのは、まあ本当になんかその通りな感じですね。日に日に良くなってるしまあ、15日間というこのリズムも元々の慣れてたリズムに戻ってやりやすいのかなと思いますね。 相手もでかいしね、でかい方が絶対朝乃山やりやすいと思います。はいということで、朝乃山4連勝ということで、まあ、これはもうね、もう優勝ですね、うん。まだ分かんないか。ちょっと気が早いでも、もうね、優勝してもいい。そんな <laughs>、してもいいというか、そんなね予想です。ということで、終わりアディオス